この番組は服部区長の3月下旬から4月上旬の動きをダイジェストでお送りします。3月24日台東区役所で区内3消防署と災害時における罹災証明発行に関する協定の締結が行われました。大規模災害時には消防署の経験と熟練された技術により火災調査がこの罹災証明の発行に大変重要となっています。そして罹災証明の迅速かつ円滑な発行が区民の生活再建に向けた第一歩になることから、区と連携して対応いただけることに大変力強く感じております。3月28日、令和3年度で退任された東京芸術大学の澤和樹前学長が服部区長を表敬訪問しました。いや、先生との本当この6年間の中で私本当に一番ありがたかったのは、音楽部門でね、皆さん区長賞授与させていただいて、皆さんそれぞれご活躍されているようですね。その後も、はい、とても心強いです。そういう賞をね、区長から出していただけるってことで、それと発表の場も与えていただき、引き続いてですね、芸大と台東との、関係をこれからも、よろしくお願いをいたします。こちらこそ。3月30日、台東区入谷地区センター台東区立入谷区民館落成式が行われました。2年にわたる工事の間、仮施設での地区センター業務、あるいは区民館の休館など皆様には大変ご不便をおかけいたしましたが、本日こうしてめでたく落成記念式典を挙行できますことは大きな喜びであります。新たに生まれ変わった当施設を引き続き地域の活動拠点として積極的にご活用をいただきますようお願いを申し上げます。台東区文化スポーツ奨励賞。3月29日、アコーディオンの演奏で歴史ある国際大会で優勝した水谷風太さんに服部区長から台東区文化スポーツ奨励賞が授与されました。 CMA トルヒモンである国際アコーディオンコンクール、これで世界からね集まったその参加者の中で、今回優勝されました。本当に素晴らしいことですね。これからも国内外を問わずさまざまなコンクールで活躍されますことをお祈りいたします。採用者一同起立。4月1日、台東区役所で行われた令和4年度新規採用職員入区式での服部区長です。現在新型コロナウイルス感染症の影響により区民生活や区内事業者の経営は非常に厳しい状況にあります。区民の皆様の切実な声に真摯に耳を傾け思いに寄り添うことを心がけてください。皆さんの若い力を結集して区民の命と暮らしを守り抜き、人と町が輝く明るい未来を共に築き上げていきましょう。